デザイン3、フレンチネイルを説明していきます。今回使っていく道具はこちらになります。ではフレンチネイルにするカラージェルから作っていきます。またこういったパレットを用意してください。まずはクリストリオのカラージェル268とベトロのカラージェル55番を使っていきます。これは同じマットの白になるんですが、硬さがちょっと違うので、柔らかいクリストリオの白と硬めのベトロの55番を混ぜて作っていきます。まずはクリストリオの268の白のジェルをパレットに10円玉ぐらいの大きさ分ぐらいを取ります。必ずこれもしっかりジェルは混ぜてください。ジェルはその時の室内の温度などによって柔らかくなっている場合と、寒い時は硬くなっているので、ちょっとその伸び具合が若干違うと思います。で次にベトロのカラージェル55番の白をさっきの268の3分の1ぐらいを取って、大体ですが、ちょっと分かりやすいように横に並べました。これくらいの分量で混ぜ合わせます。クリストリオのカラーだけだと、ジェルが少し柔らかすぎるのでフレンチラインがきれいに取れないので、ベトロの55番を足すんですが、ベトロの逆にベトロの55番だけだと硬すぎて効果が悪かったりとかするので、両方を混ぜてちょうどいいぐらいに私は白を作っていきます。でここに、これでもまだ少し硬いので、ここにメルティのクリアジェル、のり代わりになるものを少し足します。適量ですが、これくらいの量を足します。混ぜます。しっかり混ぜてください。
これでフレンチネイルにする白のカラージェルが出来上がりました。